皆さんこんばんは。四六時中スマホのことばかり考えているデジタルガジェット大好き集団アスキースマホ総研のスピーディーそよかです。よろしくお願いします。本日はですね、ミキサーと iPhone だけで高音質配信を実現する、純情のアフィリア、&タスカムモデルジュニスペシャルスタジオライブというテーマでお届けしたいと思います。最後までよろしくお願いします。はい、そして本日番組を一緒にお届けするのは、純情のアフィリアからメンバー2人に来てもらってます。まずは、純情のアフィリア電脳部部長の寺坂由美ちゃんです。はい、電脳部で部長を務めさせていただいています、純情のアフィリアの寺坂由美です。よろしくお願いします。はい、次はですね、自身でも作曲したりとかね、弾き語りもやっちゃう、雨森セレちゃんです。はい、純情のアフィリアの居眠り姫、雨森セラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そもそもですね、ことの経緯を説明しますとですね、はい、もともとこちらモデル12のレビューをアスキーでやろうと思っていたんですが、はい、まあおじさんがねボソボソ喋っても全く良さが伝わらないんじゃないかと思って、まあ、ちょうど電脳部ね連載中なんで、はい、アフィリアのみんなにちょっと協力してもらえませんかなんて話をしたら、ね、なんかせっかくだからじゃあライブやりましょうよみたいな、こんなすごい大事になっちゃって、ちょっと今私ドキドキなんですけども。いやもうすごいメンバーみんな、ね、ライブできるみたいな、すごい嬉しくなっちゃって、でもそれはぜひぜひやりましょうっていうことで、うん、もうご利用しでお願いしました。そうですね、もう、はい、孫さんみたいにやりましょうってやりましたもんね。そう、はい、私も普段から家でその作録したりとか楽器を弾いたりしているんですけど、オーディオインターフェース使ってるんですけど、それがタスカムさんのやつ で今回モデル12が出るということですごく気になっていたので、もうすごく楽しみです。いや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 、もうこのようにですね、純情のアフィリア側も皆さんノリノリだったんですが、はい、実はですね、こちらモデル12を貸してくださいました、タスカムさんもですね非常にノリノリでして、まあ、そんなノリノリ広報のですね、鴨さんを紹介したいと思います。鴨さんお願いします。はい、はじめまして、ティアック株式会社で、販促、マーケティング担当しております、鴨貴弘と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速ですが、はい、鴨さん、モデル12を使えばどんなことができるのかっていうのは、ちょっと今ライブを見てる皆さんにちょっと教えていただきたいんですけども、はい、ちょうど手前にもあるんですけども、実機の方がですね、こちらの方が、10チャンネルのミキサー、それから、12チャンネルのマルチトラックレコーダー、オーディオインターフェースになっているんですが、おっと台本見ちゃったぞなんですけれども、はい、実はこれオーディオインターフェースになるんですが、 OBS なんかの、はい、配信用のミキサーになるんですけども、うん、実はですねこれ iPhone に直結して、うん、はい、これだけで iPhone に音を送ることができるんですよ。おーすごい、はい、すごいですね。で、はい、スマホの配信って特に今大変需要が多いので、そうですね、よくやってますね。はい、で高音質でいけるというところもぜひぜひ推したいもんですからですね、はい、ご相談させていただいたら、そうですね、もう素晴らしいアイドルアーティストの方、来ていただいてですね、もう朝からもう車内がもう浮き足だって大変でしたそうですね、みんな見学される方もすごい多かったですね、はい、先ほどね、はい、こちらの iPhone カメラもね、はい、iPhone で撮ってますんでね、はいはい、もう本当 iPhone1 台と、こちらミキサーモデル12で、はい、今日は配信という試みですね。はい、やらせていただきます。よろしくお願いします。はい、はい、それではね、これからね、あ、セラさん、あ、そうだ、はい、こちらタスカムのインターフェースのお話ありましたけど、はい、はい、これセラさんのでしょ。そうなんです。 UH-144M2 ってやつ、もう10年以上使ってて、はい、1回壊れちゃってまた探して買い直しました、はい、同じもの。いや、すごい、本当にめちゃくちゃ気に入ってる、はい、めっちゃありがたいですね、すごい使いやすくて愛用してます、はい、本当だからいろんな話伺ってましたんで、はい、リハの時の話聞いて、もう、うんうん、僕どうでもいいんで、もう早くやりたい早く聞きたいですね、はい、私もちょっと聞きたいので、はい、じゃあもう、はい、早速ライブに行きたいと思います、はい、まずじゃあ、はい、ユミチーとセラちゃん一言ずつちょっと今日のライブにかける意気込みを、はい、私たち純情のアフィリアのライブがもう本当めちゃくちゃ久しぶりなんですよ。3ヶ月とかそれくらい久しぶりなので、うん、もうみんなもうパワーがすごいいっぱい有り余ってるくらい持ってるので、それを歌でお届けできたらなと思っています。お願いします。お願いします。まあ、今回ですね、ウィズコロナということで踊りとかはないんですけど、まあ、歌だけのライブってなかなかないので、それはそれですごく楽しみで、はい、ぜひ楽しんでください。じゃあ今日は聴かせるライブをねやってくれるということなので、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ準備入ってください。はい、というわけで、これから純情のアフィリアのライブが始まりますが、
はい、準備ができたということなので、私はこのまま、フェードアウトさせていただきたい、と思います。それでは純情なフィアのライブスタート。バイバーイ。ありがとうございます。はい、アスキーチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。せーの、私たちはアイとユキと魔法の乙女純情のアフィリアです。よろしくお願いします。はい、急に久しぶりのパフォーマンスになるんですが、あ、拍手が聞こえますね。おー、いいですね。これもできるんですね。はい、ですね、YouTube ライブアスキーチャンネルさんの方で配信してるということで、コメントもどしどし見えてますよ、皆さん。見えてるよ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。本日はソーシャルディスタンスを保つために、このようにちょっと奥行きがあるフォーメーションだったり、歌のみのパフォーマンスになるんですが、皆さんね、タスカムさんのモデル12、すごい素晴らしい音らしいなので、音なの、はい、音のようなので今ちょっと可愛い感じになっちゃって、音なのなみたいな、音なのでぜひ皆さんね、歌の魔法を皆さんにお届けしたいと思います、はい、楽しんでくださいね。イエーイ、はい、それでは聴いてください。奇跡と魔法のクロニクル。10年後も100年後も初恋の熱はずっとここにある。奇跡と魔法のクロニクル。かすれた目次を指で群青の海に溶ける銀河たち、見上げた空一では駆けてゆく月を追いかけ、街は見た時へ目が合う、その瞬間はきっとパラダイス。未来のメモリー一緒に
この曲です。聴いてください。エバーラスティングフレンズ。この教室の窓の外の風景もいつかは色あせた思い出になるけれど、いつまでも同じ時代をみんなで手を取り合う。
続いての曲はナイティナイトおやすみ世界です。いつまでもいつまでも手を振っていてくれた夕焼けの曲がり角背中が消えるまで切なさと愛しさが混ざり合う少しだけ寂しくて温めたミルクの中記憶を溶かし飲み干す遠くで聞こえた君の喧騒がまぶたの奥でいつかあなたと聞いた波の音に抱きしめ
が最後の曲です。聴いてください。ライコアラブ。申し訳ございません。後日ライブ音声を別途公開させていただきます。おお、見れるってこと？すごい、めっちゃいい、すごい、すごいですね。はい、はい、なのでね、また後日ぜひぜひ皆さん、はい、音声などチェックしていただけたらなと思うんですが、はいはい、まあ、途切れはしたものの、はい、
久々のパフォーマンス、はい、皆さん楽しんでもらえましたか？ありがとうございます。大ブレスさんじゃん。すごい、これね、香り好きだよって聞こえました。それはないありがとうございます。もうね、あの、はい、カスタムさんの新しい機械で、はい、こうモデル12でね、はい、使わせていただいて、はい、ライブもすごい私たち自身も楽しめたんですが、はい、今日ちょっとあの告知文にですね、はいはい、重大発表とか言ってたじゃないですか。言ってましたね、言ってましたね。忘れてた。ライブ楽しすぎて忘れてた。あ、じゃあライブ楽しかったし、うん、さっき感想いこう。はい、そうですね。はい、いいですか。はい、またあの私たちよりもとても楽しかったし、タスカムさんのおかげで久しぶりにね、こんなライブができて本当に感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、終わりですか？いいですか？はい、はい、すごいね、9人で本当にパフォーマンスするのすごい久しぶりで、まあ、レッスンとかもでもね、あんまり歌ったりとかもせずにソーシャルディスタンス保ってやったんですけど、こうやってもうみんなとね、こう近い距離でこうやって歌えて本当に楽しかったです。早くね、ステージに立ちたい、踊りたいってことですいません。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。そして最後ははい、久しぶりにね、こうやって9人みんなで歌って、うん、すごい楽しい時間を過ごせたんじゃないかなと思います、うん、こう見てくれてるね、皆さんがいてくれるからね、今日こういう配信もねできました。タスコムさんのおかげでいい音源が聞けたんじゃないですか。音声でね、うん、ありがとうって、なんかスパチャがスパチャがめっちゃ先にありがとうってありがとうございます。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 はい、直接みんなに会えたら嬉しいです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ちょっと順番私がちょっと前後させちゃったんですが、はい、重大発表いきたいと思います。あ、重大発表純情のアフィリア、お7月25日ワンマンライブします。イエーイ。7月25日ということで、はい、皆さんの前に立つのは、はい、実に5ヶ月ぶりのライブとなります、はい、やったすごい、はい、場所は恵比寿のガーデンホールにて、はい、大きい場所ですね。大きい場所ですね、はいはいはい、あと、だからあと、あ、もう1ヶ月もないんだ、もうこの間は1ヶ月だから、はい、なのでね、うん、チケットとか発売されたら、まあ、公式からすぐ発表されると思うので、はいはい、皆さんの情報を逃さずに7月25日、久々に純情のアフィリアに会いに来てくださいね。お願いします。パチ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 。はい、そして私たち純情のアフィリア週刊アスキーさんにて、あの、毎月連載をさせていただいています、はい、純情のアフィリア電脳部っていうんですけど、もうあの毎月いろんなガジェットだったりとかをあの紹介していて、写真もたくさん載せていただいているので、はい、そちらもぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてこのね、見てくださってるアスキーチャンネルの方もぜひ皆さん登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日初めて見たよっていう人とかは、純情のアフィリア初めて見たよっていう人とかは、はい、あの、はい、純情のアフィリア の、うん、あのツイッターなども、はい、フォローしてくれると嬉しいです。お願いします。じゃあまた7月25日に皆さんにお会いできることを楽しみに待っています。以上、純情のアフィリアでした。ありがとうございました。ありがとうございました。